さまざまな仕掛けに翻弄されるタピオン。ザクをバカにした天罰か。強制すか。ゴそのタイミングで話すのない。今回僕ね、パピオンマスク情報もう一個知ってるんですよ。なんでしょう。彼、夜勤明けです。寝てないはずです。お疲れの状態で。そうです。夜勤ドゥーウェイ回線の後なんで、大変です。最終決戦じゃん。喋りながらプレイできないタイプだ。あかん、ユニウス7を守ったこの手で。パピオン、集中さえすれば、問題はない。そして先ほどと同じ場所まで進み、今度は無事に切り抜けると思いきや、一筋縄ではいかんね。まあまあ、一筋縄ではいかないゲーム、それがロックマン。やべ、強そう。パピオンが次に選んだのはマグママンステージ。効かん。熱っ。効かん。裏からや。今の何でもないよね。プレイ開始して20分でこの死に方はまずいんじゃないか。いやー、自分でも落ち着いてー。中ボスチャンキードラゴンまで進むも、ドラゴンでかっ。早っ。ゲームオーバーを繰り返す。龍騎のシンジ君もあんな感じやったんや。最初第1話契約するときジュエルマン。お次はジュエルマンステージ。今ね、僕らの前にもね、こうライフガードが大好物のライフガード。パピオンマスクの挑戦はライフガードが主食。落ちてくるんちゃうん。思いのほか早い。油断良くない。イグナイテッド。頑張れ。頑張る。俺もう泣きたくなってきたよ。ところでお前らどこから来た。ファイナルファンタジーネタに興じるパピオン。中ボスストーンヘッドまでなんとかたどり着くが、はわ、あー動けへん。大門の地雷神や。あと一回ぐらいで死んじゃうんちゃうん。ちゃうちゃうちゃうんちゃうん。無理。大丈夫、ここで火くれたりしない。無理。ストーンヘッドに苦戦するもなんとか突破。しかしすぐさま、いやー何かあるか。やっぱりですよね。あ、こっちにしちゃった。まあ行きましょう。ここはもうやるしかないです。やるっきゃないと。皆さんの操作ミスでコンティニューしてしまったが、そのまま進めることに。僕たちの愛した月刊少年ジャンプは死んだ。なぜだ。売れなかったからさ。あれボケじゃない。さすがコンティニュー。中ボスのパターンを覚え難なく撃破。なるほどな。ところが今ボタン押した音聞こえなかった。緩やかな投身自殺。先ほどの投身自殺現場を越え次の難所。上にも横にも上にも。なんとか突破を試みるが、次のプレイでもどういったら。今度はコンティニューせずホーネットマンステージを選択。うわあ、蜂かと思ったら蜂の巣の方か。
そしてジャンプでは届かない場所にアイテム発見。するとこのプレイ初の初登場、初恋ですね。え？くさー、お助けキャララッシュ。さまざまな場面で助けてくれるロックマンの犬型サポートロボット。ロックマンのジャンプでは届かないような場所もラッシュコイルを使えば届きます。苦戦しつつもなんとか中ボス花火ランまで到達。花時計、時計回りする物体を避けつつ花火ランにロックバスターを当てなければならない。やはり中ボスは強敵。しかしなんとか撃破。まあこれでゲームオーバーにならなければ大丈夫。そうならなければ。行ったそばから残機を減らすパピオ。そしてやはりうーおう。まだ緊張が解けないかね。まだまだ緊張中だね。トルネード。開始から40分、ボスを倒すどころかその姿すら拝めていないパピオ。この後トルネードマンステージに挑むが、ジャンプちゃんと押せてへん。ジャンプボタンの押しが軽かった軽かった軽かった。ここ食らっとる食らっとる。地球儀もないのにネタやってるから。ゴージャスネタも虚しく、あっさりゲームオーバー。さあ最後のスプラッシュウーマンです。一体も倒していないのに最後と言い張るスプラッシュウーマンへ。消えたー。動く床に再度挑戦するが届かない。待てばいいのかな。こうなったらマジじゃのやつだ。二度目だ。倒せなかった、ぶっ飛ばせへんかった。悔しい気持ちでいっぱいのパピオン、ここであることに気づく。あ、お店か。集めたネジはここでアイテムと交換できるわ。ライト研究所、敵を倒すなどして入手できるネジをライト研究所まで持っていけばネジの数に応じてサポートアイテムと交換ができる。パピオン、サポートアイテムでパワーアップを図るのか。武器エネルギーを取った時に残りエネルギーの少ない武器から回復してくれる便利なアイテムなの。買っちゃおっかな。ラッシュコイルしか持ってないけど。ロールちゃん売ってた。なんとロールちゃんの着ている服まで交換できる。だが必要なネジが200と交換すると。ネジが足りないのに交換しようとするスケベなパピオン。結局パピオンはロックマンのヘルメットを脱ぐことができるアイテムを購入。あとは200目指して頑張るぞ。開始から1時間が経過したにもかかわらずまだ1体もボスを倒せていないパピオン、果たしてクリアできるのか。というわけで8ボスというかボスまでたどり着いてないから8ステージチャレンジしたわけですが、結果ロックマンの髪型が変わりました。あとマスクかゆい。さあ気を取り直して本格的に攻略いきましょう。僕はできる子、僕はできる子、僕